あ、マットパーティー、あとマットパーティー、マットパーティーです。やったやった、なんかいるぞ、 VMAX だったぞ。皆さんこんにちは。今日はポケモンカードゲームソードシールド強化拡張パック爆炎ウォーカーを開封します。今回はワンボックス開封します。爆炎ウォーカーのメインが丸役で VMAX、 楽しみにしてました。この他に狙ってるのが、SR の VMAX のサーナイト。多分あれでしょ。なんかね、こういう、ポットですとかね、組み合わせて使うと、なんか、パーティーで、ちょっと待って、何パーティーだっけ？クパーティー？ビンゴパーティーは、ビンゴするのね。クリスマスパーティーはクリスマスにするのね。誕生日パーティーは自分が生まれた日にするのね。まあなんとかパーティーがあって、それを組み合わせるとね、強いみたいです。それでは開封していきましょう。あ、すげえ、面にさ、バンギラスとディグダがいる。ここにバンギラスがいて、ここにディグダがいるね。それでは爆炎ウォーカー開封スタート。1パック目、バリアード。あ、ガラルバリアード。ここガラ。カブルの、ルミナスメイズの森。マシエード。お互いのプレイヤーは自分の番ごときに一回、自分のポケモンの技でコインを投げたとき、そのコインの結果をすべてなくし、初めからコインを投げ直してよ。これ、ヤドンで使ったら最強だ。2パック目。ベストベスター、お、王たち、エレズン、シュバルゴ、ポケモンブリーダーの育成。自分の場のポケモンを2匹まで選び、そのポケモンから進化するカードを自分の山札からそれぞれ1枚選び、それぞれに乗せて進化させる。そして山札を切る。3パック目。なんかいた？加速す、コソクムシ、アマガ、アオガラス、ネマッシュ、ベットベットン、ヘル、ツンベ。これ俺、イラスト見た瞬間、ヘローチェかと思った。白いから。はい、お次、4パック目。コドラス、クマッシュ、アママイト、グソクムシャ、ボロのパソコン、ボロのパソコン。コインを2回投げ、すべてを持ってなら自分のトラッシュから好きなカードを1枚選び手札に戻す。5パック目。やこま、バリアート、サナギラ、あれ、これ持ってなかったっけ、フォトスパス V、ポットです、出た。あとマットパーティー、自分のトラッシュにある技マットパーティーを持つポケモンの数かける20ダメージ。え？ティーブレイクで自分の番に自分の手札から技マットパーティーを持つポケモンを1枚トラッシュするなら自分の山札2枚引ける。落とすパス V、 カンジラガメ、違う、カンジガラメ、ガンジガラメ。20ダメージを与え、好きな相手の場、この技を受けた種ポケモンは技が使えない。あ、だったら種ポケモンだったらさ、無限にこの技使ってる技、無限に攻撃できないからさ、めっちゃ有利。サルトプレース、120プラスコインを1回投げ、表なら100ダメージ追加、220ダメージ。6パック目。バン、コソクズム、コソクムシ、ヨアシ、ヨウギラ、ネパルタス。これね、後ろの背景、あそこだよ、ワイルドエリアだよ。あー、怪しい缶詰ね。超エネルギーをつけているポケモンの HP を80回復する代わりに、超エネルギーを1個トラッシュしないといけない。よし、7パック目。ココドラ、オタチ、
ででんね。マットパーティーパーティーパーティー。はい、ニロカロス人魚ですね。ウルガモス。はい、出ました、マットパーティー。自分のトラッシュにある技マットパーティーを持つポケモンの数かける20ダメージ。8パック目。メラルバ。お、カブルモアギルダ。火と炎エネルギー。このポケモンは、このカードはポケモンについている限り炎エネルギー1個分として働く。このカードをつけている炎ポケモンの最大 HP は20大きくなる。これは使えそうですな。10パック目。ここが怪しい。え、あ、そうか、さっき話した。カブルモ、ホルビー、ホルビー、ん、あ、マットパーティー、ビンバス、ヒードラム、アギルダ。ジンパックイン絶対入ってる。あ、マットパーティー、おタッチ、フンマシュン、ビッグパラソル、傘じゃないの、ベトベト。さあ、またまた出ました、マットパーティーです。マットパーティー名前目の 1,2,3,4 だから、3枚トラッシュすると4,32,120ダメージです。今のところポケモンの道具ですね。このカードをつけているポケモンがバトル場にいる限り、自分のポケモン全員は相手のポケモンが使う技の効果を受けない。11パック目、ここだ、シグダ、メラルバ。さあ次だよ、ヤバチャ。やったやった。これはあるあるただのパワーマックスです。バタフリー V マックス。ほらね、巨大毒数で相手のバトルポケモンを毒困難にする。せーの、ルナトーン。だからバタフリーが欲しい。12パック目、ややこま、チョボマキ、ブルー、そっくりベル、アマンジョ、アンジョ。自分の山札から自分のトラッシュにあるポケモンと同じ名前のポケモンを1枚選び、相手に見せて札に加える。13パック、チョロネッコ。あ、マトパーティー。寝ましょう。ストリンターのシールド版、ソルノック。お次、アマカジ、ヨギラス、ヒノヤコマ、ビッグバル、パラソル、グラブル。前半のラストですよ。せーの、ポン、ヨガシ、ダグトリオ、ココトラ、クワガノン、バリコール。おマットパーティーだ、マットパーティーだ、マットパーティーだ。クワガノンでかっこいいね。パラライズボルト、50ダメージを与え、次の相手の番、相手は手札からグッズを出して使えない。超電磁砲、190を与え、このポケモンについているエネルギーを2個選び、トラッシュする。なーにも出とらん。バタフリー出てるからいいけどさ。さあ、お次、後半16パック目、バリコール、あ、ガラルバリアード、ヨギラス、ネマッシュ、ボスゴドラ、ポケモンブリーダーの育成。そうなんですよね、今回カブさんがいるんですよね。17パック目、コゾクムシ、ディグザ、クマッシュン、ダークライ、レパルタス、後ろがワイルデリア、あ、レパルダッス、ダッス。はい、次、チョボンマキ、ややこま、ココドラ、あー、まったそろそろぶたくし。マシエド。次、たぶんここ出る、ここ出る、マットボディ、ココドラ、ヨワシ、ルミナスメイズの森、あ、またマトバーチ、
え、待って、1パック2枚入ってたよ。せーの、ドン。ベトベタ。ホルビー。モトマーティーだ。まとまっ、違う、ヤバッチャ。ファイアロー、ビッグバラソル。多分ここで何かしらある。甘かじ、メラルバ、ビンバス、マリアクテ、ツンベヤ。とりあえず VMAX じゃないけどね。メインが出ました。俺が使う熱放射20ダメージを与え、望むならこのポケモンについているエネルギーを 1個取らしし、その場合相手のバトルポケモンについているエネルギーを1個取らしし、両方のエネルギー1個取らし。バーニングトリン180ダメージです。そう、炎エネルギー4つ必要なのでね、溶接鋼とか使えそうだね。せーのと、カブルモン、青ガラス、ブルー、ベタ、怪しい空き缶。怪しい缶詰。怪しい空き缶ってなんだ。頼む、またフリー V 出てくれ。コドラ、アーマ、コガラ、ディグダ、バニラス、ソルネック。お次、ディグダ、ベトベタ、エレズイ、ファイアロー、ホルビー。え、待って、1、2、3、4、5、6、バタフリー、バタフリー、うん、SR だね。これはチョボマキ、ココガラ、ヤバチャ。やったやった、俺の S 当たったよ。 SR、 バタフリー V の SR。謎の笛じゃなくてそっくりベル、かわいい。今回のボックスのアプリがバタフリー V の SR。 そう、これやっとバタフリー V のこれが出てたから使えるようになった。せーの、ドン。ビンバス、マットパーチー、ブルー、夜になりましたよ。ルナトーン、トルード。いや、もう押さないと諦めるしかない。マリアクで、もうこうなったらマリアクの VMAX だったら V がいるから使える。サーナイトの VMAX が出たら V がいないから使えない。なんかいるぞ、 VMAX だったぞ。アワガジ、ココドラ、サナギラス。じゃあ、マリアキの VMAX、カブさん。はい、今回のパックの大目玉、マリアキで VMAX。 水も出たので使います。巨大百科、40プラス、望む、このポケモンについている炎エネルギーの数かける40ダメージ追加。望むならダメージを与えた後に自分のトラッシュから炎エネルギーを1枚選び、このポケモンにつける。サーナイト V 来るか。ブルー、青ガラス、アママイコ、マママシュバルゴ、アママアマアマチョ。せーの、トン。ビグナ、オタジ、エレズン、ルナトーン、マットパーティー。せーの、トン。ヒノヤくんはオタタタチ、チョロネコ。あ、違う、 V だから使える、 V だから使える。はい、サーナイト、まさかのラスト1パック。はい、出ました、サーナイト V。 これ普通にいいボックスなんだよ。はい、今回出たマットパーティーです。こんなにマーク地味に嫌だ。ガラルバリコールでシャッフルダンス、自分の番に1回使える。裏になっている相手のサイドを1枚選び、相手の山札の一番上と裏のままを入れ替える。サーナイト V、 マジカルショット30ダメージ、みなぎる波動120ダメージ、プラスこの番、このポケモンの HP が回復していたなら
80ダメージ追加で200ダメージになります。本日出た部位、丸役でクワガノン、オトスパス、サーナイト。今回出た V マックス、丸役でバタフリー。今回出た SR、 バタフリーという結果になりました。今回出たマットバディ今回はポケモンカードゲームソードシールド強化拡張パック爆炎ウォーカーを開封しました。メインのマリアクデが出て嬉しかったです。リザードの VMAX のね、デッキを今ちょっと強化しようかなって思ってたんで、ちょうどいいですね、このマリアクデとか。ワンボックス開封するとかなりデッキが強化しやすいです。みんなも熱くなるチャンスだぜ。ゲンダーとじゃんけんいくよ。最初はグーじゃんけんぽい。みんな僕に勝ったかな。また次の動画も楽しんでね。バイバイ、また見てねー。